どうも、ゆうちゅーばかげしです。たべです。としのりです。今回。山に響いてよ。いや、声がさ、ちょっと入らないかな。なんか具合悪いみたいな。ちょっとね、ちょっと、そうなんです。打てないんでしょ。打てないね。風邪ひいた？風邪で願いたい。ほんまに頑張るが、最初から取り直そう。大丈夫、あの、ピー入れるか。今回、はい、ショートばあちゃんは。そうっすね。はい。なんかヒントあります？ヒント？ヒント。あの、じゃあ、竹谷さんがヒント言っててください。あと2点、惜しいや、じゃあ。あと2点。ヒント、もう、こんぐらいの時ぐらいからもう、有名、トップアーチャー。こんなもんぐらい。七五三レベル。ほんまに、だからもう、昔から。佐伯が生んだ天才ね。佐伯が生んだ天才ナンバースリーでしょ。ナンバースリー。ナンバースリー。あ、ワンは？ワンは石津さん。ツー。ツーは寿司。おお、なるほど。まだいるかもしれないんで、あの、いたらごめんなさい。そうじゃあ、俺のヒントは、18メートル日本記録保持者兼、最年少全日本ターゲットアーチェリー最年少選手権優勝記録保持者、川田選手にイエーイ。こんにちは。すごいね、超有名アーチャーが来てくれました。そうよ、こうもうあれじゃない、もう現役でめちゃくちゃバリバリだもん、ね、バリバリ。この間もなチーム選考が5位、5位、5位、はい。全日も今年優勝して、そうですね、すごいね。あ、優勝ね。そう、なんか今日ね、調べてきたんだけど、選抜以外ほぼ取ってる。お、そうなの。そうですね、選抜以外は取ってますね、はい。インドアは取ってない？インドアは取ってない。あ、はい、全日本インドア。じゃあインドアだけで、でも598点。はい、98? 98。はっ初めてパワープルバッジ見たの、初めて。あれ、番号2番。怖いね。1番って誰って。1番って誰なんだろうとか。全アレなんだね、多分。多分全アレだね、なんかそういう、ある。特権使ってつけてる人いたかもしれないね。そういうもんじゃねえかもしれない。ということで、じゃあ今日は1日、よろしくお願いします。お願いします。帽子がかっこいいね、やっぱり。帽子、そうですね、かっこいいですよね。かっこいい。パタゴニアで始めたのは小学1年生か。小学1年生。早いね。初シングルが、シングル打ってるよね。シングル打ちましたよ。初シングルが中学校2年生か3年生なんですけど、ちょっとどっちか覚えてない。1200 1300。方が良くない。1303点か、それぐらい。やーば。90のやつ90のやつ初めて初めて。何キモいの。何キモいの。 90m300 乗ってないでしょ。290ちょっと。あ、そしたら300ちょろか、はい、70が330 330ちょいで、50も330後半で355。それだけ覚えてます。中学校で。中学校です。やば。90バグってた。90ゲーム、シングル90ゲーだから。90だって俺試合で282回ぐらいしか打ったことない。痛すぎる。痛すぎる。あれ、フィールド優勝してたよね。フィールド優勝しました。そうだよね。あれ、高校1年生だった。おい、早すぎる。広島はやっぱちっちゃい頃からうまいんだね。うまい。もみじまんじゅう食ってるとうまくなるの。やっぱ寿司とか見てると自分が当たってもあんまり何も思わないのかな。すげえ。
今4年生今4年生ですどこ就職されるんですかまだ決まってないですあ、まだ決まってないはいまあオリンピックあるからとりあえずそれどころじゃないそうですね、まあそうですねって言ったらねニートルオリンピック出ることなんかもわかんないそれだけはちょっと勘弁してねはい、でもいい環境に入らないときついな。そうですね。なんで今探しているところです、ね。あ、なるほどね。はいまあ、環境は変えたくないもんな。はい。見てる大学院。大学院はちょっと勉強がしたくないから。あれ結構勉強したくない系男子なのね。はい。え、598点の2本は、はい、あれ審判呼んだっていう話は本当ですか？審判呼んだっていうのは。上級渋いところだったの。あ、それ何回かありましたよ。あって、で、世界インドアで打ってたんで、ちょうどみんなも、やっぱ厳しい目に見るのあったので、片方回ってるんでしょ片方回ってるんでしょ300の298? 298の3。あ、なるほど、それすごいよ。楽しいとかじゃない。もう辛い。辛かった。300打つだけで正直しんどかった。最後やっぱ緊張するっしょ。7エンド目ぐらいで緊張しました。ああなるほどね。結構早い段階から。意識するよな。パープルバッチだもんな。それでも緊張する時あるって言ってる、インドアで。なんだっけ。なんか最初の方めっちゃ当たってみんな見に来て外したみたいな。ああそうそうそう。でも俺本当の時なんてマジみんなのレベルがうんちだったから。じゃあもう中学の頃からうまかったもんね。いや、そんなことないですよ。いや、1300って言ってたけど、インドアとかやばいよねって言ったら、いや、うまくないっすよ、俺って言ったんだけど、598打たれてうまくないって言われたら、どうすればいいの ?30 的でも出るから微妙なんだどういう心境で試合に臨まれるんですか頑張るぞって出るんですけど。ですけど常駐つうのは今シーズンですよ。1回だけ練習で遊びで3エンドだけ打ちましたけど、本当に初めてです。そうだよね、今70のシーズン。はい、練習してないです。70の時と18メートルの時と一緒です。何か変わったんですか？70は射角がずっと一緒じゃないですか。けどインドアになると射角がどんどん下がっていく。僕上から打つので射角が下がるんですけど、その分押し手の位置だとかいろいろ変わってしまうので、それ練習では自分がどういう風に打っているのか、試合で打っているのか。じゃあ大事なのは押し手ですね。結構70は押し手？いや、70は引き手です。どっちかというと引き手で打っちゃう人。あー、そうか、引き手強そうだね。押し手下手くそですよ、本当に。大学入った時の時期と今ちょっと違う。大学入った時は、そしてだんだん戻ってきたこういう風に肘曲がって入るけど、こう折り下げてこうやって。それどうやって戻なくしたの？もうとにかく返したままにしようみたいな。いや、返さないんですよ、あんまり僕。あ、はいはい。だから押し手の肩の位置が、うん、突っ張り中に入りすぎたりとか、突っ張りすぎて結局100% の力で最初からやっちゃうから戻るってなって、うん、なるほどね。でちょっと緩めてこっちに余力を持たせてやろうと思ったら、まあ、ちょっとうまくいった。もう放送進め理論的に言うと多分 B1 スタンスなので。何すかそれ。押し手の方は返さない方がいいタイプ。強みはどこですか？カーター、うん、やっぱりいろんなタイプいるじゃん。タクマとかってもう才能当てじゃん。フワは結構ルーティーンで当ててた感じはあるけど、
福岡の兄ちゃん。ハートの強み？俺なんかが言ってない。いや、日本記録食ってるわけやからね。プルプルしてるのに、めっちゃ初めですもん。しんどい。70のベストは？試合は683で。おー。練習だと90ぐらいまで打ってる。練習は93かな。前田さ、340後半だっけな、50だったかな。うん、今日じゃあね、まあまあ調子いいっす。お前何メートル転倒したみたいな。30かみたいな。調子悪いけど30だよね。お前30メートル転倒してるかみたいな。ほんまにそんな感じ。じゃあ大体それがね、同じになってきたっていうか、今だと30メートルとかってさ、何点ぐらい、リーグ戦とかだと何点ぐらい打ったの？リーグ戦は調子悪いんですよ、僕。あ、そうなの？毎年355かな、それくらいだと思う。武藤がリーグ戦の700、うん、はい、その後すぐカーテが697。ちなみにこれね、今ね、カーテ君気づいてないんだけど、あのトリックにかかってて、今 20m から打ってるから知ってます。ちょっとあれだね、そうなの、ちょっと当たり悪いと思った。全然気づかん。 2m ぐらいハンデあった方がいいよね、今度は。ナチーム2メートル後ろから。すげえな。ミスしないの？ミスしても、ミスめっちゃします。ミスしても10点に入るの？いや、入らないです。僕それこそ選考会とかあの、あ、今年はなかったんですけど、毎年1本は M 字か1点とか3点とか。去年さ、ナチームじゃないもんね。ナチームじゃないです。なんでナチームじゃないの？点数が悪かったから。それもあります、その3点打ったりとかっていうのもあるので。だって俺さ、インカレのさ、あの予選見てたらめっちゃぶっ飛ばしてって、ね、このままだと何点出るんだと思ったら、なんか4円玉ぐらいに48点って出て、これ M 打ったわ。クリチョンして真下の畳打ちました。セットシステムとか関係ない、うん、なるほどね。ミスしても10点に入る範囲がでかいってイメージだね、やっぱり。HP です。